こんにちは。あなたに奏でる塩野義奏でです。今日は素敵なゲストに登場いただきます。プチ奏でシリーズのバギー防衛団、天才プログラマーでおなじみのキーさんです。こんにちは、キーです。今日は一緒に出演させていただきます。なんか照れるな、その紹介。自信を持ってください。ところでキーさんは最近マイブームといいますか、何かハマっているものはありますか？戦国大名になりきって関ヶ原を目指して走るゲームなんだけど、秀忠の野望戦国乱舞編かな。このゲームに影響されて歴史ものの小説とか番組なんかも見るようになったよ。なんだか渋いゲームですね。そんなキーさんにとっておきの情報があります。何？お薬の歴史です。昔の人がお薬をどうしていたのかって気になりません？そういえばそうだね。どうしてたんだろう。大昔から人間は病気に悩まされてきました。しかし多くの場合、おまじないやお祈りのようなことしかできず、有効な手立てはなかったと考えられます。うん、でも薬草とかそういうのはあったんじゃないの？はい、最初のお薬は天然の薬草や鉱物であったと考えられます。日本では少なくとも奈良時代にはそうしたお薬があったと伝えられていますが、それは貴族だけのもの。庶民がお薬を使えるようになったのはそのずっと後の江戸時代になってからと言われています。じゃあ日本の長い歴史からすると最近ってことになるね。そうなんです。キーさんは水戸黄門を知っていますか？この門所が目に入らぬかって言って印籠を出すあれだよね。そうです。ではあの印籠って何か知ってますか？そういえばわかんないな。あれは何？実はあれはピルケース、つまり薬入れなんです。へえ。水戸黄門こと徳川光圀は水戸藩のお医者さんに命じて休眠妙薬という身近な薬草の利用法や日常の健康法などをまとめた本を作らせています。これは全国各地で庶民の健康増進に寄与しました。大正時代まで出版されていたらしいですよ。それって200年以上発行されているよね。超ロングセラーじゃん。すごいな。はい、水戸黄門は庶民の健康も守っていたんですね。でもその当時の薬って珍しい草とか根っことか貴重なものもあったんでしょ？なかなか入手できなさそうだけど、それはどうしてたんだろう？いい質問です、キーさん。実は江戸時代にはすごい流通システムがあったんです。しかもその中心地はここです。大阪市の道州町？これは土生町って読みます。塩野義製薬だけでなく、日本の名だたる製薬企業がオフィスを構える大阪のビジネス街です。え、江戸時代から中心なの？そうなんです。江戸時代、土生町には薬種商と呼ばれるお薬の原料を取引するお店がたくさんありました。八代将軍徳川吉宗の時代に中国から輸入されていたお薬の原料を日本でも作るようになります。そうなるとお薬の流通量が多くなるので管理が必要になりますよね。そうだね。たまには偽物とかも紛れ込みそうだし。そこで信頼できる薬種商たちが組合を作り、偽物を取り扱わないルールとか品質の良し悪しの見分け方などが共有されました。そんな時から薬の管理体制はしっかりしていたんだね。ちなみにその組合には塩野義製薬の源流である塩野屋をはじめ多くの製薬企業の前身が含まれています。だから今もその町に製薬会社が多いのか。その通りです。土生町では日本各地から届くお薬だけでなく、長崎で輸入されたものを含めて取り扱い、品質と量がちゃんとしているかを確認したり、商品の価格を決めていたりしました。土生町の組合のお墨付きがないと流通させることができなかったんですよ。本当に中心的な場所なんだね。それぞれの町の薬屋さんは土生町で買い付けた原料をそれぞれ調合して使いやすくし、広く使われていました。その他に江戸時代の特徴的なお薬の販売方法として富山の置き薬があります。これは商人が町を巡り、
まずお客さんの家にお薬を置いてもらって、一定期間経ってからもう一度商人が訪ねて使った分だけお金を支払ってもらう専用小売と呼ばれた独特のシステムです。今でいう重量課金制、リカーリングビジネスだ。置き薬はもともとは富山藩のお殿様が江戸城で他のお殿様の腹痛を自分の藩のお薬で治してあげたことに由来します。他の大名たちもそのお薬が欲しいとなって始まったんですね。お殿様自らが宣伝になる、まさにトップセールスだね。はい、現代のビジネスにも通じるものだと思います。かなで、今日はすごい勉強になったよ。お薬の歴史に興味を持ってくれて私も嬉しいです。じゃあキーさん、頼んでおいた最後のあれお願いできますか？オッケー。この動画が楽しかった、よくわかったという人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これで大丈夫？バッチリです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。